百堕落城へ行く。やって。はい。無謀ぞ。我らも幾度となくあの城に患者を放ってはいるが、守備よく忍び込める者は10人のうち2人もおらぬ。しかも今は宣言に備えてか、常にも増して警備が固い。たとえ隠形の技に秀でた剣であろうと、堀を越える間もなく捕まるのは目に見えている。幕府の内部に協力者がいて手引きをしてくれるなら話は別だが、その用意はまだできていない。今は無理だ、村正。影明君を助けたいのはわかるけどな、わしかて同じ気持ちやし。しゃーけど闇雲に突っ走ったらあかんえ。こういう時こそ冷静にならんと。わかっています。でも時間がない。機会が来るのを待っていたら取り返しのつかないことになる。そう思うんです。だから行かないと。お世話になったのに買っておいてごめんなさい。でも私は剣だから主のもとへ行きます。村正待て。宮殿下、よろしいですか。せやな。なんかこれで踏ん切りがついたわ。確かに。村正、行くなら我々と協力しろ。その方が見込みがある。え、いや、でもそれは。誤解するな。我々には我々の事情があるのだ。本当のとこ言うと、こっちものんびり待ってるわけにはいかなくてな、一か八かの勝負をやらなあかんとこまで追い込まれてるんよ。妨害工作の甲斐なく、足利国有事への大勝領宣言は確定してしまった。すでに式典の日時まで決まっている。宣言式典の実施は六原体制の復活と同義であり、それは進駐軍との決戦開始と同義だ。我々が避けたかった最悪の事態が迫っている。金井さんが国連方面で今動いてくれてるけど、間に合うかわからん。こっちでも手を打たんとならんかったんよ。無理やりにでも式典を中止ないし延期にできるような手を。そういうわけだ、村正。加えて言えば、それがしには個人的な事情もある。姉が不堕落城に囚われているのだ。幾度も救出を計画したが果たせなかった。今度こそ助け出したい。桜子さんか。そうやな。具体的な計画ですが。どうもこうもねえ。どんだけ作戦こね回したって無謀なもんは無謀だろ。忍び込めるところまでは忍び込んで、バレたらあとは暴れ回る。式典なんてやりたくてもやれないくらい荒らし尽くしてやりゃいい。それで勝ちだ。
そうだな。そうなんか？まともな作戦計画を立てられるほどの材料がありません。なら考えるだけ時間の無駄でしょう。しかりしかり、それがしは一条殿に賛同いたす。お前さんら露骨に体育会系やに。では大まかにまとめよう。不堕落へ潜入するのは綾音、黒之瀬殿、村政。潜入後綾音は城内を破壊、黒之瀬殿は桜子姫を救出、村政は影明を探す。私は退路を用意するために動こう。よろしいか？ああ、うん。ねえ、会場設営は予定通りに済むようだの、港中佐。は、トラブルのため若干の予算超過を生じさせてしまいましたが。その程度は構わん。よくやった。ありがとうございます閣下。あても鼻が高いっすよ。何もしてないくせに。まあまあ良いではござらんか。堀越中将様。ん？どうしたジョアン。少々お耳を。ご依頼の件のことです。わかったか？はい、とんだおまけもついてきました。ん？では式典の際の分担を決めましょう。舞台配置を詰めるのが先だろう。ん？いいや、どっちも後回しだ。ちゃちゃ丸？建長寺を攻めるぞ。なんと毎度の飲み屋を。気でも違ったわけではなさそうだな、ちゃちゃ丸。連中少数精鋭で不堕落に勝ち込む気だ。千下式典をやめさせるために、要はテロだな。いや、ありえん話ではないな。ちょ、待ったまで。毎度の宮の一派にも情勢を見る目くらいあるだろう。さようでござるな。千下式典の決行は六原と新中軍の開戦を意味すること、分からぬ道理はない。となればあの庶民派の宮様が阻止に動いてくるとしても不思議はござらんの。同心様、でも大将は奴らが来るのを待ち構えてやってもいいが、いや、それではことが大きくなりかねんな。千下式典控えてる時期にそりゃ避けたいだろう。しかり、できるなら極秘のうちに片付けてしまいとうござる。あのことを逆にしちまえ。倒幕勢力が毎度の宮を拉致って利用しようとしてるって情報をつかんだから警備するって名目で建長寺を囲む。で、不穏分子はひっそりと全員始末。宮様はそのまま監禁だ。ふん、悪くない。それがしも依存ござらん。問題は誰を派遣するか。相手が皇族となると慎重な人選がいるな。間違いは許されん。けどのんびり選んでる時間なんてねえぞ。向こうはすぐにも動きそうな気配だ。我らのうち誰かが行くしかござらんな。俺が行こう。反対。俺では不足だとでも言うのか。不足はないけど、もっと向いてるやつがいるから、そいつにやらせとこうぜ。誰だ？こいつ。は？マロ？お前なんてよ！っていうか、あんたら全員ちょっと待ちなさいよ。話を進めるのが早すぎるでしょう。それよりまず先に情報の真偽を確かめてから。
アホ、貴様の頭には砂糖でも詰まっているのか。なんですって。いやいや、そうそうそうだった。雷鳥の言う通り、最初にやらなきゃいけないことがあったよな。うん、チャチャマル殿、それは一体。チームワーク。なんだそれは。知らねえの？友情団結、そして勝利、勝つための手順ってもんがあるんだよ、世の中には。まずアテラの結束を固めましょう。そんなことはどうでもいいのよ。マロが言ってるのは。確認します。この中にマイドロノミアとこっそりつながってるやつはいないよね。朝廷権威を背景にして幕府の主導権を握れなんて甘い誘惑に乗っちゃったようなバカは。ふん、それは確かに確認しておく必要がある。でござるの。先生、当ては絶対に違います。俺もだ。大鳥家先々代当主時春様の名にかけて。それがしもやましいところはござらん。御仏に誓いましょうぞ。うわ、信用受けねえ。まあ、いいや。で、雷鳥、おめえは。え、あ、そのどうした、さっさと答えんか。あらぬ疑いを招いてしまいますぞ、雷鳥ども。もちろん、マロもそんなことしていなくてよ。そうだろ、そうだろ。なんせおめえは、今は亡き大将領森氏の息子だもんな。で、次の大将領、四郎国氏の叔父だ。そんな奴が幕府を売るような真似、するわけがねえな。当然ね。いやあ、それがし安心いたした。これで我らの結束も完璧でござる。違いない。実に喜ばしいことだ。嬉しいぞ、雷鳥。そう。じゃ、行こうか、県長寺。え？毎度ののみを抑えるんだよ。いや。なんて言わねえだろ。六原にとっての禍根を断つためだ。中遊列将今川雷鳥君としちゃ勇みだって行くところだよな。中遊列将。そうね。でもやっぱりマロはそのもう少し慎重に考えて動いた方がいいと思うのよ。相手は帝の弟よ。誤って殺しちゃったりしたら大変なことになるし。大丈夫、あても一緒に行ってその辺気を配っておくからさ。それに、そう、ことの真相が露見したら大変よ。大将領宣言が取りやめなんてことにも。その心配は無用です。今川中将閣下。何よ、ポットでの中佐不正が公方同士の論議に割り込んでいいと思ってるの。意見くらい構うまい。雷鳥、そううるさがるな。身分に差はあれど同じ忠臣ではないか。港中佐、言ってみろ。は、万一毎度の宮への弾圧が発覚した場合、あるいは手違いで毎度の宮を殺害してしまった場合は、そこまでするに足る正当性があったことを発表すればよろしいかと考えます。正当性とな。毎度の宮春広親王は大将領足利森氏公暗殺事件の主犯であります。自分が証人として立ちましょう。どういうことだ。貴様、倒幕派に組みしていたとは聞いたが、毎度の宮の配下だったのか。それで毎度の宮の下で企まれた足利森氏暗殺にも関与した。自分が一時期毎度の宮に服属していたのは事実です。しかし暗殺計画は存在しませんでした。
なかった。はい、ですがあったことにします。自分が鎌倉警察署の署長を通じて毎度の宮とつながっていたことについては物証も用意でき、誰もを納得させられます。その自分が暗殺計画を証言するのです。毎度の宮一派が何を言おうと、人々は苦しい弁明としか受け止めないでしょう。そうか。よし、いいぞ。悪くない。それはいい保険だ。だね。聞いたよな、ライチョウ。もう心配は何にもいらねえぞ。何を慌てる。慌ててなんか。あんた、さっきから人をバカにして笑いたくても笑えない体にするわよ。ほう、笑ってはいかんのか。せっかく人が笑い事で済ませてやろうとしているものをな。なんだ、いらぬ気遣いか。そうか、俺はもう笑わなくていいのか。なら奸賊はまとめて片付けてしまうか。それこそ禍根を断つというものだ。ふーん、あてはまあ構わないけどね。さて、それがしも反対するほどの理由はないかのう。同心様。雷鳥殿次第でござるよ。この同心坊はいつでも雷鳥殿のお考えを尊重いたしますぞ。建長寺へ行きましょう。オーケーオーケー、そう言ってくれると思ってたぜ、雷鳥。さあ、楽しいハイキングだ。よろしくお願いいたす。雷鳥の保護者をしっかりな、茶々丸。おーい。